本日のヒロインインタビュー背番号5、隅田凛選手です。まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。58分の投入で見事監督の采配に応えてみせました。本日の出来いかがでしょうか。そうですね、まあ、なかなかチャンスもなくてボールを持ったとしてもなかなか、ゴールに向かうプレーができなかったんですけど、その1個のチャンスでゴールを決めれたのは良かったと思います。そのゴールですが、決めた瞬間は観客が沸くスーパーゴールだったと思います。振り返ってみていかがでしょうか。まあ、ボール持った瞬間にゴールが見えたので、まあ、振り抜こうって決めて打ったんですけど、まあ、自分でもびっくりしました。暫定で首位を守りました。ここで改めて今シーズンの意気込みを聞かせてください。そうですね、まあ、前節負けてしまったんですけど、今日勝った勢いをこのまま次の長野戦にも向けて、絶対勝てるように準備していきたいと思います。背番号5、隅田凛選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。